ずトップバッターは飯山直樹選手です。飯山選手は緊張していいスタートが切れなかったということなんですが、あのスタートからここまでご覧になって江澤さんいかがでしょうか。本人もそう言ってますが、しっかりスタート切ってたかなと。そうですか、はい、あの県内の同世代の中ではトップに君臨してきたというね、そういうのもあるでしょうからね。はい、まあ、大体で特に大体です。なるほど、はい、ただ少し思い切りに欠けましたかね。まあ、ゴール前ちょっと慎重になったかなとは思うんですけど、なるほど、はい。まあ、本来であればもう縦に縦に攻めるというタイプなんですが、なかなかスピードに乗れなかったという飯山選手、まあ、インターハイでの雪辱をかけて挑んだという今日のレースです。11位という結果に終わりました。さて続いては関光選手が登場します。県勢2番手、去年の全中スキーの5位入賞者です。昨日はジャイアントスラローム青年女子 B で12位に終わった湯本ひろみ選手からもエールをもらって挑んだレースですが、ここまでの滑りいかがですか。まあ、あの非常に積極的に滑ってはいると思いますね、うん、ただあのちょっと、まあ、力みが入ってるのかな。なるほど、はい、そういった力みも影響してしまったんでしょうか。ちょっと今バランスを崩します。そしてここでもねちょっと手をついてしまって一度は立て直したんですが、あの少し体重が後傾になってますね、はい、結局途中棄権という悔しい結果に終わりました。続いては丸山俊選手です。実は丸山選手は今日が引退レース、上位入賞を狙うと意気込んでいきました。まあ、内田さん、かなり気温も上がってですね、コース整備も何度か入りまして、なかなか思うような滑りできなかったんじゃないかなと思うんですが。そうですね、緩んだために、雪面強化剤を使って、まあ、固めたんですけど、うん、やっぱり柔らかいところがあったりして、やっぱりパンの溝ができてしまいましたね。そうですね、はい。まあ、ただ丸山選手はスキーはお金がかかるんで両親への感謝の言葉を、ね、口にしていたのがとても印象的なんです。後半は、まあ、なかなか足がついていきませんでしたね。そうですね、一旦リズムを崩すと大変ですよね、コース荒れてますから、はい、しかしながら最後まできっちりと滑り切ったという丸山選手、まあ、今日の引退レースはスキー人生で最高の思い出と語りました。39位でした。続いては宮崎悟選手です。実はこの宮崎悟選手も引退レースということなんですが、今日は恐れずに攻めていこうと挑んでいきました。あのライン取りなどでちょっと苦戦したようですが、いかがでしょう。そうですね、やはり溝ができたために、うん、タイミングが遅れたりして、はい、やっぱりついていけなかったところはありますね。そうですね、まあ、ただこの宮崎選手もスキーを通じてまあ、仲間に出会えたことが本当に財産なんだと、まあ、後半はご覧のように粘りの滑りを見せます。ちょっとねこういったところで体勢を崩す場面もありましたけれども、まあ、しかし群馬のために貢献できなかったことは申し訳ないと途中棄権に終わりました。そして笹川選手ということになります。2度目の国体です。今日はリラックスして元気よく滑ろうとスタートしました。伊沢さん、11時の時にスタート地点で 9.6 度、そうですね、かなり暖かかったですね。2月には珍しい、気温が上昇してしまいましたね。雪質もかなり変化した中でこの滑りというのはどのように映りますか。溝ができたところを、まあ、うまく乗れたのは高くなるんですけど、やはりきついターンを要求されるところで少し遅れたかなと、なるほど、思ってます。はい、まあ、本人は板の性能をなかなか発揮させられなかったなと悔しがっていましたが、目標の30位にあと一歩届きませんでしたが31位でした。そして北海道の小山選手の滑りもご覧いただきます。インターハイチャンピオンという小山選手、どんな選手になりますか。やはり水操作が素晴らしいものになりますね。それとやっぱり最短距離をしっかり、スピンに乗って攻めていっているところがこの答えにつながっているんですね。やはりコース取りなど技術的な部分でも非常に優れていると。出場選手中ただ1人1分3秒台をマーク、見事な優勝となりました。